6番の浜口、短期の競争になりそうなイギリスのエドガー最高峰です。レースは打賞の周回、4周目の1コーナーから2コーナーです。中段の4番手8番菅が少し前と車間を取っています。宮も後ろを見ながらバックスレッジに出て金を迎えています。600を通過、4番手から8番の菅が上昇を開始、踏み上げます。8番菅が外上がってくる、前は1番の宮秀樹、さあ宮が合わせにかかりますが、8番菅が前に接近しまして最終周回、両者が踏み合った。インコースから1番宮秀樹、そして5番の中澤が2番手、7番の玉木が3番手、外並走は8番菅が苦しくなります。そして中段の位置、2番の竹内、そして後方にいました3番エドガー、さあ短期まくっていきます。2番手近づく、短期の大まくりは3番エドガー、前段近づいた、宮の先行まくり切って先頭に立つ3番エドガーです。3番車エドガーがゴールイン、続いた体勢中澤に、外は2番の竹内の体勢でした。